はい、それでは世に住む日々最終巻をお届けしたいと思います。状況としては幕府が全国の藩を率いて長州に迫ってくる。そこで長州内も政権交代が起こるわけですね。なのでこれまでの尊王攘夷派の政権から砂漠派の政権に変わったわけなんですよ。そうなると世の常ですよね。新しい砂漠派政権はこれまでの尊王攘夷派の政権の人たち、主だった人たちを処罰していくんですよ。で、新作にとって困ったことに、砂漠派政権からは狙われるわ、尊王攘夷派の人たちからも狙われるんですよ。なぜなら、四国艦隊と談判しましたよね。いや、これは長州のためなんですよ。だって幕軍が今、全国の侍どもを率いて、長州に迫ってきているところなんですよ。この状況において、四国艦隊と戦っている場合じゃないんですよ。そんな状況を知らない単純攘夷派の人たちが、ただただ晋作が四国艦隊に談判を申し入れた。まあ、言ってみたら降伏したということで、奴は売国奴だということで命を狙われてしまうんですよ。なので晋作はそんな奴に切られてはたまらんということで、九州に亡命したということまでが前回のお話でしたね。ただ、九州に亡命する前に、三田尻というところに晋作は寄ってるんですね。なぜ三田尻なのか。それは騎兵隊なんですよ。晋作がこの時期より少し前に作った身分制度にとらわれない兵隊、それが騎兵隊でしたね。もう日本史上初ですよ。日本で初めてもう身分関係なく、もう誰でも、志がある者はみんな誰でも集まれってやったやつが騎兵隊ですね。もう一度言いますけれども、この騎兵隊を作ったのが晋作なんですよ。その騎兵隊という長州最強の軍隊を動かす。これをクーデター部隊とし、直ちに進撃して砂漠派政権の軍隊と戦い、これを撃破して尊王政権を立てるということが考えられるが、ただ戦略眼に富んだ晋作としては3つの点からおそらく難しいだろうということを思うわけですね。まず1つ目としては、時の勢いがない。今幕軍が長州に迫ってきているわけじゃないですか。この間でいろいろやり取りがあるんですけれども、そんなこともあって今砂漠派の政権が盛り上がっているところなんですよ。なのでそのような時勢ではないということですね。二つ目としては、肝心の騎兵隊に勢いがないんですよ。もう新しい砂漠派政権から騎兵隊など解散してしまえということで追いやられている状態なんですよ。最後三つ目としては、騎兵隊の間で晋作の人気がもう去ってしまってるんですよ。ということで晋作自身も難しいだろうということは思うんですけれども、万が一ということがあるじゃないですか。なので三田尻にある騎兵隊本部を訪れるわけなんですよ。この当時騎兵隊のリーダー格の人は山形京介という人なんですよ。まあこの山形という人は石橋を叩いて渡るような人で、自分の意見を持っていない、組織を引っ張っていくようなタイプではなくて、組織内をうまくこうまとめる、調整するようなタイプの人だったんですよ。なので晋作のクーデターの話には乗らないんですね。で、晋作はいろいろ考えながら山形と話してるじゃないですか。で、まあタバコを吸おうとしてもいろいろ考えてるんですよ。で、まだタバコに火のついてないのを見かねた山形が言うわけですね。高杉さん、火がついていないようですわ。すると晋作、火がついてないのは主のことよ、とは口では言わずに心でそう思いながら、クーデターは不可能であることを判断するわけですね。なので晋作という男は手当たり次第暴発しているわけではないんですよ。やっぱり時勢だとか戦略眼に富んだ男なんですよ。はい、それでは晋作は九州に亡命するわけなんですけれども、具体的には福岡ですね。で、この期間というのが意外にも短くて、たったの3週間でしかなかったんですよね。で、この3週間のうちに晋作は九州諸藩の藩内事情がガラッと変わっていくのを目の当たりにするんですよ。つまり長州と同じで、どこの藩も尊王攘夷派の人たちが失脚して、砂漠開国派の人たちが勢いをつけ始めてきたんですよ。この状況を目の当たりにすれば、おそらく一般の人、まあ、大勢の人は幻滅するんじゃないんでしょうか。時の勢いというのは今幕府にあると。それは長州だけではなく、九州全体がそうなっていると。九州全体がそうであれば、おそらく日本全体がそうなっているんじゃないかということで、ますます幕府の絶対的な存在を感じずにはいられない状態になりますよね。普通そうですよ。ただ戦略眼に富んだ晋作は思うわけですね。天下は上げ潮引き潮、いずれにせよ長州によって動いてる。長州藩が時勢の要だ。つまり長州藩の砂漠派政府を倒しさえすれば、天下は再び長州になびき、ひいては幕府を倒す元になるのではないか
ということで晋作は再び長州に戻るわけですね。はい、ということで長州に戻った晋作は早速騎兵隊を訪れるわけですけれども、騎兵隊のリーダー格山形京介はやっぱり自重派の人間なので、このクーデターにはなかなか腰を上げないんですね。危ない、危険だ、どうせできっこないということなんですよ。この時期晋作は白石正一郎という町人の家に転がり込んでるんですけれども、この時のエピソードで面白いのがあるので紹介したいと思います。ちなみにこの時の時代背景を解説しますと、幕軍が攻めてきてたわけじゃないですか。これに対応するのが砂漠派の政権ですよね。で、幕軍としては大きく3つ条件を出してるんですよ。一つ目は、あの金門の変、ハマグリ御門の変ですよ。木島又部を筆頭に長州の侍どもが京都に乗り込んだ事件ですね。あの金門の変の償いとして三人の家老の首を持ってこいと。家老の首、つまりあの時の責任者ですね。まあ、お偉いさんですよ。お偉いさんを三人処刑して、その証拠にその首を持ってこい。というのが一つ。まあ、あとの二つの条件についてはちょっと置いといて、ともかくも幕軍側でこの長州政党の後始末においていろいろ奔走しているのが薩摩の西郷吉之助だったんですよ。で、さっき言った町人である白石正一郎の家に、まあ、晋作がいるじゃないですか。まあ、他の藩の人たちも出入りしてるんですよ。そこである奴が晋作に聞くんですよ。西郷に会いますか？この時の晋作の回答としては、西郷に会うほどなら偉人の靴を頭に乗せて腹を切るということなんですよ。そんな会話を聞いた町人の白石正一郎は言うわけですね。なんと御領圏の狭い。ただそれでも晋作は白石正一郎の顔を優しく覗き込んで、その通りだ、武士は領圏が狭い。しかしこの狭さがあってこそ主に忠義などという町人が聞けばバカバカしいことでも腹を切り、命も捨てられるのだ。西郷はわしの殿の敵である。その敵に家来であるわしが笑顔で会いに行けると思うか。西郷に会いに行かねばならぬ用があるとすれば、それは切る時だ。と言って、カラカラと笑っていたと。まあ、当時の侍という性質が垣間見えるシーンでもありますね。はい。ということで、西暦で言うと1865年にあたる12月15日、下関に鉱山寺というお寺があるんですけれども、ここにあの金門の変で長州が京都で負けて帰ってきたじゃないですか。このタイミングで朝廷から追い出されてしまった長州系の、まあ長州と仲が良かった公家の人たちが5人いたんですね。晋作はここに立ち寄って正式に挙兵するわけなんですね。その人数、たったの80人です。結局この時騎兵隊の本体は動かなかったんですよ。騎兵隊本体といっても、まあ、2、300ぐらいしかいないんですけれども、まあ、ともかくも動かなかったと。対する砂漠派政権の人数は2000人ですよ。ともかくも晋作はさっきも言った京都から追いやられた5人の長州系の公家を訪れるんですね。そしてこの時に放った晋作の一言というのが、いろんなところで記録に残っているんですよね。これから長州男児の手並みをご覧に入れます。ということで、ものすごいですよね。たった80人ですよ。80人で2000人からなる侍の藩の正規軍に戦う前の一言ですよ。で、これからの晋作の行動がまさに動けば雷電のごとくなんですよ。まずは下関にある奉行所、まあ役所ですね、を襲撃して、まずは資金を分取り、その後は三田尻港というまあ藩の海軍ですね、軍艦三隻を掌握してしまうんですね。まあ、分取ってしまうんですよ。というのも、この軍艦というのも幕府から取り上げられようとしていたところだったんですよね。なので、三田尻にある長州藩の海軍としても、どうせ取り上げられるんだったら幕府より晋作の方がいいだろうということで、晋作は軍艦を持ってってしまうわけですね。で、結果から言ってしまうと、この晋作のクーデター、成功するんですよ。まあ、端的に言うと、晋作のその後の勢いを見た騎兵隊の山形京介、あれが立ち上がるんですね。それで200人、300人と、どんどん膨れ上がって、最終的には100勝農民の力とかもあって、1000人以上に膨れ上がるんですよ。で、晋作は下関にいながら、軍艦を萩の方まで使わせて空砲を打ち鳴らすということで、当時の砂漠派政権、というか、長州の首都というのは、当時は萩ですから、萩の海側からも晋作の軍艦が空砲を鳴らすわ、山からは山形京介の騎兵隊が乗り込んで来ようとするわで、萩は大混乱に陥るわけですね。そんな中生まれてくるのが、まあ、鎮静会議といって、要するに晋作の勢力に対して降伏しよう、晋作らの主張の方が正しいではないか、逆に砂漠派政権は退くべきだ
という人たちがどんどん出てくるわけなんですよ、藩内の中から。ちなみにこの鎮静会議員のリーダー格に据えられるのがあの吉田松陰のお兄さんなんですよ。まあ余談までに。で、正式にクーデターがなりましたと。尊王攘夷派の人たちがまた政権につきました。となると、新作はどうするか。当然、このまた新しく出来上がった尊王攘夷の政権のトップに座るような人じゃないですか、新作は。だって一番の立役者ですから。そこは新作。人間というものは困難は共にできる。しかし風紀は共にできないということで、さっさと長州からいなくなってしまうんですよ。で、その後晋作はヨーロッパに行こうとして長崎に向かいます。すると長崎にいる英国商人トーマス・グラバーからこんなことを言われるんですね。高杉さん、今ヨーロッパに行ってる場合じゃないっすよって。長州はあの下関を開港しなさいと。もし開港すれば下関に、いや長州に巨万の富が流れ込みますよということを言うんですよ。それを聞いた晋作は自分のヨーロッパ行きのプランを大転換させて長州に戻って下関開港運動をするわけなんですよ。はい、するとどうなるか。もうお分かりの通り、やっぱり晋作は命を狙われるんですよ。あいつは下関を開港して長州を売る気か、けしからんやつだ、切ってやるということで、まあ、いつの時代にもどこにでも頭の悪い連中はいるわけなんですよ。で、そんな奴に切られてはつまらんということで、晋作はまた亡命するわけですね。まずは大阪に行って、その後は愛媛松山の道後温泉、その後は讃岐のこんぴらさんに行くわけなんですね。そうこうしているうちに世の中は第二次長州政党の雰囲気になってくるんですね。要は幕府がもう一度長州を攻め落としてやるっていうことでやってくるんですよ。それに伴い晋作は長州にまた戻ります。はい、ということでいよいよ第二次長州政党が始まります。これは1866年の6月の7日の朝のことだったみたいですね。まず幕府艦隊が長州の周防大島という、まあ、島を占拠するんですよ。それを聞いた長州本部としては、まあ周防大島などは捨ておけ、幕府にくれてやれということになるんですね。というのもその周防大島というのは長州の中でも端っこに位置する島であり、何よりもそんな端っこの島にただでさえ少ない長州の兵を割くことはできないということだったんですよ。なんせこの第二次長州政党、その規模を見てみると長州側が3500人、幕府側が10万5000人なんですよ。なので長州藩としては周防大島などは初めから重要要素ではなかったんですよ。ただこのこと誰にも晋作には言うなよっていうことを言ってるんですよ。なぜなら晋作がこれを聞けばどう動き出すかわからないと。藩としての方針は決まっているのに、これとは違った行動を勝手にされてしまっては困るということなんですね。が、この知らせは長州藩本部より先に下関にいる晋作の耳に入ってしまうんですよ。晋作、すぐに出かけると1秒のためらいもなく決心するんですね。で、この時のエピソードが私大好きなんですけれども、いつだか話に出てきた田中光明、この田中が昭和14年に病没するまでに人に語り続けたことがあるみたいなんですよ。その話というのが、田中光明が先に船に乗っていて後から晋作が登ってきたんですって。その時の格好というのが兵装なんですよ。だから戦装束でも何でもないんですよね。今これから10万5000の幕軍に対して反撃を食らわせに行くような格好ではなかったんですよ。そこで田中光明が聞くわけですね。あなた、そのなりで。晋作がこの時答えた言葉というのを田中は後々まで語り続けたということですね。なんの、幕府の軍艦が5杯や6杯来たところで、要するに祖族である。俺のこの扇子一本でたくさんだ。高杉は扇子一本持って軍艦に登ってきた。こう田中光明は語り続けたらしいですね。で、あろうことか晋作はその軍艦で幕府艦隊に対して夜襲を仕掛けるんですね。晋作たち長州の船というのは小さいですよ。一方幕府艦隊、まあ幕府の船というのはお金に物を言わせてますから、まあ立派なもんで大きいんですね。夜中晋作たち小さい船は大きい幕府艦隊の船の間を練り歩くんですね。もう目の前は大きい壁みたいなもんですよ。もう大砲ぶち込めば必ず当たるというような状況で何発も食らわせるんですね。それに驚いた幕府艦隊としてはちっちゃい船なので見つけるのが困難なんですよ。周りは暗いですし。でも状況的に味方の損害というのが凄まじいと。これはもう長州は
とんでもない艦隊を組んでやってきたんだと錯覚するんですよ。でも現場は大パニックですよ。幕府軍艦の撃った弾が味方の軍艦に当たり、その撃たれた軍艦がまた撃ち直して、幕府側の損害が大きくなり始めたその時、新作たちは無傷のまま暗闇に紛れてその場を去っていくんですね。ということで、幕府に占拠された周防大島、長州は高杉によって見事奪還することに成功するわけです。ただこの頃から新作の体に異変が生じてくるんですね。肺結核だったみたいですね。この肺結核というのは1950年以前の日本では死因のトップだったみたいですね。その病が着実に新作の体を蝕んでいくことになるんですよ。ただそれでも風邪だ風邪だということで、新作は常に戦の陣頭に立ち、というのも彼は長州海軍のトップのポジションであり、敵方の幕軍の本拠地というのはこの時下関の対岸にある小倉城だったんですよね。なので新作がいないとどうしようもない状況でもあったんですよ。で、結局この小倉城でさえも新作は陥落せしめてしまうんですよ。こうして第二次長州征討、結果は長州の勝利に終わるんですよ。もう一度言いますよ。長州3500人に対して幕軍は10万5000人ですからね。この奇跡のような長州の勝利の裏には常に新作がいたっていうことなんですよ。はい、ということで高杉晋作、その療養生活も虚しく、8ヶ月を過ぎて西暦でいうところの1867年4月14日を迎えることになります。主治医が言うわけですね。今日は大切になさいなさい、今日おそらく生命が尽きるだろう、ということで、もうその頃には新作の寝床の周りに、まあ、新作に近しい人たちはもうみんな集まっている状況ですね。新作は目を閉じてるんですけれども、やがて目をパッと開いて筆を所望するわけですね。そして書くんですよ。面白きこともなきよう面白く、と書いたところで力が尽きて筆を落としてしまうんですね。要するに新作からすれば、本来面白くもないこの世の中を自分は随分と面白くやってきたと、もはや何の悔いもないということだったと思うんですよね。ただ日本の歌としてはこれでは上の句だけで終わってしまい、中途半端になってしまうと、これは急ぎ下の句を付け足してやらねばならないということで、近くにいた野村元仁という人が急ぎ住みなすものは心なりけりということを付け足して、これは要するに面白くもない世の中を面白く過ごしていくのは心次第ですよ、という歌になってしまったんですよ。新作の性格から言うと、この下の句をつけることによって、この歌が何か説教じみた歌に聞こえてしまうようで、絶対好きではないんですけれども、最後に一言こう言うんですね。面白いのと言って新作は天に召されてしまいました、というお話でありました。その後建てられた高杉晋作のお墓にはこう刻んであります。動けば雷電のごとく、発すれば風雨のごとし、衆目蓋然、あえて静止するなし、これはが東行高杉君にあらずや。夢見ていますか、この国の未来を。もがいていますか、明日を生きるため。志高く駆け抜けた同志の